夫婦別姓が認められていない日本では結婚の際9割以上女性の側が姓を変えています。これは憲法違反だとして全国の男女12人が明日国を相手に裁判を起こします。黒川さんと根津さん17年間事実婚です。私はこれまで黒川で生きてきたのに根津になるのかっていうのがどうも こう受け入れられらなかったんですね女性だけが改正するっていうのはちょっとおかしいんじゃないかな慣れ親しんだ名字を変えたくない黒川さんの思いを根津さんも尊重し結婚の手続きはしませんでした立場を置き換えて自分が改正する側になったとしたらやっぱり違和感があるしちょっと自分がなくなっていっちゃうような。 感じがするなただ法律婚ではないことに不安も抱えています互いに相続権はありません中学生になった一人娘の親権も片方にしかないのです2人を含む全国の男女12人は明日夫婦別姓を求めて裁判を起こします 夫婦別姓をめぐる集団訴訟は3回目今回は経済界も後押ししています選択的夫婦別姓制度をやるやるべきだと思ってます一丁目一番主としてあのぜひやっていただいたらいいのではないかなと同性別姓選択性というものができることによって男女がね対等に話をできるような、うん 多様な家族があるよねっていうのを認め合えるような社会になるといいなっていうふうに思ってます。